間の音楽とコマーシャルが2回ほど入りますので、あの途中途中で、最初はあの音楽流してからあのご紹介して1回コマーシャル入りますので、すみません。収容所はどれぐらい入られてたんですか？長く時間は半年とか。あ、じゃあその時の話もね、戦争命の浪費に過ぎずって本当にね、これね、こんにちは、おはようございます。あ、おはようございます。僕が声かけしますので、でご紹介いたします。はい、今日は岩スペシャル。これもうね、ツイキャスっていうのに流れてるんで、それがツイキャスってコメントもくれるんですよ。で、今人数が5の9って出てるんですけど、10人の方が今入って、6人の方が生で見てるっていうことです。6人の人がそのまま。多分内地の方とかいろいろいると思うんですけど、ゲスト今日は、戦争の語り部をされている上原美智子さんをお迎えしております。今スペシャル、聞いてください。よろしくお願いします。あと15秒ほどで入ります。これがどんどん数字が変わっていくんですよ。7名の方が今聞いてて、で入ったらすぐ出たりするんですよ。で14名の方が出たり入ったりしてるっていう。どこでこれは海外の人も聞いてたりするんで、世界中つながってるんですよね。今はすごいですね。はい、皆さんおはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。岩スペシャルの時間がやってまいりました。この放送はイエス・キリストの愛についてお伝えする福音放送です。イエス・キリストは私たちを本当に愛して、イエス・キリストの声を聞く、本当にイエス・キリストの教えを知ることを私たちに望んでおられます。神様の目から見たら、どのような人生を送っていても私たちは、宝石のように輝いているそうです。岩スペシャル、私たちは本当に神様の目からはですね、高価で尊いというふうに神様おっしゃっております。この放送、担当します沖縄ベタニアチャーチの宮地光です。よろしくお願いいたします。さあ、そして今日は
素敵なゲストをお迎えしております、那覇市から、来ていただきました、上原美智子さんです。おはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日は上原美智子さん、戦争の体験ですね、沖縄戦72年前の沖縄戦の体験について話していただきます。よろしくお願いいたします。上原さんで、まあ、はい、学校の先生をされてて、はい、保健体育の先生をされてたんですね。はい、はい、沖縄戦の時はおいくつでいらっしゃいましたか？そうですね、小学校3年生満9歳でしたね。あ、はい、小学校3年生、はい、9歳、はい、ねえ、今ちっちゃい子、小学校の女の子、9歳でね、戦争体験されて、そして今は語り部として、はい、学校とかいろんな、はい、地域で、はい、戦争体験を話して、はい、平和の尊さについて話してらっしゃいます。はい、さあ今日はよろしくお願いいたします。はい、はい、ゲストに上原美智子さんをお迎えしておりますので、皆さん聞いてください。はい、わかりました。これきよさん、チームイジスさん、おはようございます。久しぶりですね。どうですか、教会行かれてますか？ハレルヤだねあ、この方この間から教会初めて行かれた桑名の方、三重県の方ですけどね。はい、おはようございます。教会生活どんなですか、教えてくださいね。よろしくお願いします。今日は、上原美智子さんをゲストに、戦争体験、本当に少女の目から見たら、小学校3年生の少女の目から見た戦争体験をお伝えいたします。さあ、皆さん聞いてください。よろしくお願いいたします。さあ、コマーシャル1分入ってから、その後もう1回ご紹介いたしますので、よろしくお願いいたします。はい、今スペシャルをお送りしております。さあ、先ほどご紹介いたしました今日のゲスト、那覇市からいらっしゃいました、上原美智子さんをお迎えしております。上原さん、おはようございます。改めておはようございます。はい、おはようございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、上原さんは、小学校3年生の時に、沖縄戦を体験されたということですけれども、どちらにお住まいでしたか、その時は。今はね、糸満市と言ってますが、あの時代は旧三輪村のあざ、おどだったんですね、おど。はい、今は糸満市、あざ、おどにというふうに命名していますけれども、そこで生まれて、生育してきたわけですけれども、もう沖縄本島の南の本当に端ですね。そうなんです。はいはい、海岸沿いで、はい、海岸沿いで、はいはい、戦争前、本当に小学校に上がる前後、まあ、小学校3年で沖縄戦ということは、小学校上がってから、まあ、2年から、3年ぐらいはなんですかね、どんなような
生活でしたか。はい、すごくね、あの、のどかで、はい、あの絶景の場所だったんです。河原屋があってですね、はいはいはい、芭蕉布があってガジュマルがあってね、はい、非常に緑の、に囲まれた、うん、とてもあの、平和な暮らしでしたね。うん、はい、海にあの遊びに行くとかですね、はい、海から塩水を汲んできて、うん、お豆腐を作ったとかね、そういうのどかなね、うん、ことを思い出しますね。あ、はい、あのその時はあれですか、まだ戦争の雰囲気とかっていうのは全く、小学校2年生ぐらいまでは全く予期しなかったですね。あ、はい、2年生になるとなんか雰囲気が、はい、雰囲気がね、もう2年生の後半頃からちょっと雰囲気がですね、はい、全体朝礼の時にね、はい、うん、校長先生がなんか戦闘帽をかぶって立ったりとかですね、ええ、それから回れ右前へ進めとか言ってね、うん、全体朝礼でね、なんか、うん、軍国主義みたいな感じのね、うん、厳しく鍛えられるような、うん、朝も早起きしてね、寒風摩擦をするとか、自分の地域でですよ、うん、学校行く前に、うん、あの早起きして、うん、寒風摩擦をして、そして、軽い体操をして、それから、うん、はい、朝ごはんして何時にはすぐ集団登校しますよということで、上級生のね、うん、指示に従ってやりましたね。うん、小学校2年生っていうことは昭和19年というようなことですよね。戦争の最後、まあ沖縄戦のある前の年、でも戦争はもうね、アメリカと昭和16年の12月からですから、これはでもラジオとか新聞とかはもうずっとどうなんですか。それではね、聞かされなかったですね、外部のそういう情報は。はあ、もう上からの命令に従ってやるわけですがね、うん、昭和19年ですよね、1944年、うん、はい、その頃の学校の様子って言ったらですね、はい、もうグラウンド の, あの周辺に各クラス単位の防空壕があったんですよ。うん、各クラス、各クラス単位に、クラス、これ1年1組、これ2年1組ってね、各クラスの防空壕があってね、そこに避難訓練があったんですね、2年の後半ぐらいからね。あ、なんか様子が、あの今考えるとあの頃から様子がおかしかったなというのをね、実感ですね。サイレンが校長室のすぐ前の方にでっかいサイレンがあってね、うん、ブーってサイレンの音が鳴るんですね、うん、その時、まあ、教頭先生かな、空襲警報だ、担任の先生に従って避難を、あの防空壕、うん、あのクラス単位の防空壕に避難しなさいというふうなね、うん、こんなのがよくあったんですね。うん、はい、お家はどうだったんですか、ご家族は。その時は、はい、その時はまだ父もあの農業していましたからね、とても働き者でね、はあ、イケメンで色白で、はあ、私はもう一番大好きな父親だったんですがね、うん、時々畑から帰ってきて自分のその馬車を持っていたのでね、うんうん、その馬車に乗ったり、それからちょっとしたこの休み時間、お昼の、うん、休憩時間になるとね、うん、ここにガジュマルの木とかね、うん、ユーナの花の咲いた屋敷内でね、うん、父親があの学校の様子を聞いたり、またいろいろとそのブランコも作ってあったんですよ、木と木の間ね、とてものどかなね、平和な状態でしたね、父親があの防衛隊に取られる前。父親はね、これは戦争が始まった頃前後に、はい、まあ、沖縄防衛するということで、はい、あの兵隊とは別に、はい、防衛隊、あの民間から募集、あの徴用されていくわけですね。はいはい、まだ37歳、37歳、はい、の時に、
防衛隊招集されてね、行きました。その時にも、その父親が防衛隊に出世する時の様子はもう本当にね、今このことを思い出すと泣けてくるんです。あまり後悔しなかったんですよね、自分の場所もね、高価なものだからなかなか農業だけではね、買えなかったんですよ、で本土に行って、農閑期に稼ぎに行ってね、で収入を得たらこの立派な馬車を買ってですね、それを誇りにしていたんです、そして行く時に私のお家にはですね、その戦争前のことですけれども、屋敷内に馬が2頭いるし、豚が4頭いるし、ヤギがいるし、鶏がいるし、家畜もね、屋敷が広かったもんですから家畜も養っていたんですよ、だからその毛並みのね、優れたこの本当に最愛の馬にね、自分の稼いできた金で買ったこの新車の馬車を引いてですね、そこに冬瓜だとか人参だとかじゃがいもとかね、自分で作った食料品をいっぱい乗せてね、で父親があなた方ね、もうお母さんの言うこと聞いてお利口になっていなさいよ、お父さんはね、軍人と一緒に、頑張ってくるからね、っていうふうに頭を撫でて言った、もうそのことがね、もうずっと私の心の中にね、残って頭にインプットされてね、もう本当にパカ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 ね、行く姿をずっとこれも馬と馬車に乗って、これも一緒に徴用されたということ。徴用されてます。はあ、大事にしてた馬車も馬も一緒ですか。はい、はあ、でどこで亡くなったかもわからん、どのように亡くなりになった、戦死されたんですね。戦死したんですよ。38歳の年にね、亡くなったというのは令状が来て、分かるわけですけれども、これは戦後ですか。戦後じゃなくて戦争がの最中に。いや、戦後です。戦後に。戦後も、もうこれはじゃあもう家族がバラバラになってもそれぞれにもう本当にもう生き残るために九死に一生を得て、もういろんな3ヶ月、半年ね、収容されたものも含めると、その間に結局父親の戦死したということは知ったわけですよね。じゃあそれまではもうどこかで生きてたらいいなっていうことはいいなと思って願って会えるようにと思ってたわけですね。これはお父さんが防衛隊に招集されたのはいつですか。これは1944年の10月です。ああ、じゃあまた戦争、沖縄戦が半年前、半年前です、ね、もうでも沖縄にこれは来るぞっていうようなことがなんとなくもう予測されてたということです、予測されていたわけですよね。その頃からはもう私たちも学校を時々ね、空襲警報、10月10日はほら、那覇の空襲です、ね、大空襲があったんですね。あったですよね、その頃は私たちももう爆撃があるかもしらんということで、学校を休んだりよく、やってましたがね。その頃にはまた軍隊がたくさん駐留してきた。そうなんですよ、今のね、平和の礎のあるところ、そこには、軍隊がね、もう定かじゃないんですけれども、山部隊とか玉部隊とかね、石部隊だとかね、そういう軍隊がな、いろいろと入れ替わり、名前がそういう名前なんですね。軍隊が駐屯しているわけですね。特に南部はたくさんたくさん、いましてね、私たちは学校から、マブニ国民学校3年生だったもんですから、今のコメス、糸満市コメス小学校の前は国民学校だったんですね。でそこ軍隊がそこに駐屯していると、もう40
1944年、もう後半ぐらいからはね、軍隊への慰問ということでね、そこの駐屯している平和の今、一時の、建立されているところに、代表でね、軍人がもう4、500名ぐらい椅子を並べて、軍帽ですか、帽子を。帽子、はいはい、それから、軍服、はい、軍の靴、いでたちがもうすごいね、そういう人たちが4、500名、仮のステージの前に座ってて、私たち仮のステージでね、踊った、慰問しに行って、踊った経緯ももうインプットされていますけれどもね、その時の思い出としてはね、もう若いね、もうとってもイケメンの若い、兵隊さんが私たちの踊りを見て帰る頃に涙拭いてる兵隊さんがいたりね、それから握手して前の人の握手をしていたら強く握りしめてね、なんか泣いてるような方を今でも思い出しますね。そのようなことがありましたし、で私の姉はですね、私より8歳上なんですけれども、はい、学校の高等科2年と言ってました。高等科2年、その人たちはね、もんぺ袴をつけてね、防空頭巾をかぶって、それで学校に放課後、農作業ですか？いや、作業じゃない、竹やり組んで、竹をね、2メートルぐらいの竹、自分で先を尖らしてですね、これでつけつけというふうなね、竹やり訓練をしている、その場面を私2回見たことあるんです。お姉さまはこれ女学校ですか？女学校ではない、高等じゃない、高等2年高等2年高等2年と言ってましたね。女子学徒隊とは別なんで、ま、女学校行けなかったんです。尋常高等、尋常高等2年で、一生懸命このつけつけってやってるのを見た、はい、ことがありますけどね。だんだんじゃあもうこう戦争の本当に戦が近づいてきてるっていう雰囲気にはもうあるんですね。だから避難訓練も空襲警報を聞こえてきたら、今は僕たち小さいから大人の言うことをよく聞いて、慌てないで騒がないで落ち着いて入ってみましょう防空壕と言ってね、これはもうお手玉するにもマリ付きするにもこの軍歌を歌いながらね、で実践しているわけですよ、避難訓練を。もうや裏のグラウンドの周辺の防空壕、それから自分の庭にもね防空壕がある、それから全体2、300名も入れるね、ガマが自分その集落が全員が隠れるガマがあったんです、アマンソーガマというところね、そういうふうにしてもう雰囲気がね、やっぱり戦争が目の前に、来ているというのは伺いました、分かりましたね、幼少の私たちでも、これは、大変。またこの辺ね、ここの、FM ギノワンのところからはちょうど米軍が上陸してきた、その、まあ、茶壇読谷のですね場所が見えるんですけども、こっちの方もうちょっと今この普天間飛行場があって、その先の、南の方には、かかず高台があって、もうこの辺はもうね陣地が築かれね、もう本当に穴をもう洞窟をもう掘り巡らして、どこからでも出られるようにね、もっと要塞化して、結局1年前に軍人来てますよね、10万近くのね、その人たちは1年前からこのもう準備をしてるんですよね。各、南部だったら220のね、自然壕があるわけですよ、ガマ、こういうガマを
住民だけが入るんじゃなくて、うん、その軍人も一緒にその釜を利用するというふうに、うん、あの、はい、もうね、構築するわけです、はい、地下要塞、要塞のようにしていくんですよね。1年かけてね、1年かけて、うん、それを上級生はですね、うん、3年生以上はみんなそこに、うん、あの手伝い、あ、手伝いね、うん、手伝いして、私たちも手伝いしたことを覚えています。ああ、小学校2年3年でも3年以上は手伝いなんですか。手伝い、はあ、小学校3年ったら9歳じゃないですか。そうなんですよ、はあ、で何をじゃあ9歳の人たちがやったのは何だったかって言ったらね、はいはい、ザルを持ってですね、はいはい、そこに小石を拾って、はいはい、で軍人さんに渡す作業があったんです、はい、で戦車弾劾というね、その戦車がこう上陸してくるのを、うん、その、あの予防するストップするということかもしらんですが、うん、戦車弾劾がね、うん、あのこの軍人作るわけです、うん、そこに杭みたいに石、うん、私たちが石持ってきて、はい、あのこう固定する、はい、ために私たちはそういう石ころを拾って軍人さんにあげるというね。もう小学校3年からもうそうやって手伝いさせられるんですか。はあ、もうね、そういうのがありましたね。うん、でいよいよね、うん、もう1年前のはあの話せばいくらでもあるんですけど、うんうんうん、時間の都合もありますので、うん、3月の1945年、うん、はいはいはい、我が家 の, あの3月の23日、はい、我が家の様子、はい、その時はあの空襲が、本格的な空襲が始まったのが3月の23日の朝なんですよ、はいはい、朝早い時間帯にね、あのずっとその東の空から7機の、ね、戦闘機が急に低空してきてね、うん、ものすごい防音で、うん、そして、私のふるさと大戸というところ、はいはい、小さい部落なんですがね、そこに機銃掃射、はあ、上からバババババババッて、はい、朝の7時ですよ、はいはい、その時に、はい、もう父は防衛隊で、いないですね、はい、母親子供4名を自分で育てながら家畜も養いながら、だから大変忙しい、うん、だからあなたあのこの赤ちゃん8ヶ月の赤ちゃんをおんぶして、うん、それから5歳の妹3歳の弟を引き連れて、うん、このアマンソウ釜へ、はい、逃げておきなさいって、母と姉は後から後片付けしてから来るから、うん、あんた方は先にこのアマンソウ釜に逃げていきなさいっていうふうな、ん、あの母のあれが指示があったので、私はその3月の23日のその戦争体験というのも一番私にとって辛い思いをして、 これだけはもう絶対に忘れない。そのもう空からこう飛行機がバーって、そうなんだ、機銃掃射、機銃掃射で7機ですよ。1機でももう雑音すごいだけどね、7機がしかも低空ですよ、マブニゴウクラからさーっと低空して機銃掃射で、もうあの母と姉はね、片付けしてから出ようとしたらまたその、7機のね戻ってくるんですか。戻ってきて、多分那覇とかそこら辺周辺を、うん、やってきてまた戻ってきて、うん、でなんで自分のふるさとがねこんなに、その3月の23日爆撃をあの狙われたかと思ったら、うん、このアマンソウ釜という住民も、うん、あのみんな、兵隊さんも隠れる、うん、その場所としてはね、うん、立派なその釜だったんですよ。大きかったですね。大きかったんですよ。だからそれはまた軍人さんがこうあの、うん、拡大してね、はいはい、1年前にやってるから、だから軍人がそこを出入りしてるというのは察知したんじゃないでしょうかね。だからこんな小さい集落だの、なんでこんなにねやられたかと思って、これはもう米軍が上陸する1週間前のことですよね。そうなんです、ね、はい、1週間前、はい、ありがとうございます。一度音楽を聴いてから
また、上原美智子さんのお話をお聞きしたいと思います。曲は、曲はですね、これは、カルバリの十字架、これは韓国の賛美ですね。日本語で歌っております。聴いてください。じゃあ、 戦争の、 逃げるところからまた、はい、放送始まったらお聞きしますんで、これもうちょっとあと 3、4分かかります。今まで40人ぐらいが出入りして聞いてましたね。今5人の方が聞いてます。はい、チームイージーさん、これぎょうさん、聖書は読んでいますが、なかなか教会に行けてません。そうですか、聖書読んでる。聖書いいじゃないですか。聖書読んでくださいね。教会もぜひ。はい。あ、入れた。音楽少し聞こえます？はい、ああ、これ韓国のね、韓国の賛美する人が日本語で歌ってくれて、日本のために、日本のが人がイエス・キリストを信じるようにって。韓国人はでもやっぱり日本やっぱりあるじゃないですか、いろんな思いが。だからクリスチャンでもやっぱり日本に来るとやっぱり最初心が痛むんですって。でもね、嫌な思いしたことないですね、韓国の方、教会関係はね、やっぱりみんな信仰を持ってるので、やっぱり許しから入るので、だから韓国の方々の、韓国映画なんかね、やっぱり日本のそういった昔のこの、なんて、礼儀正しい、その日本の生活に憧れているんだろうねということで。すごく映画の内容もね、日本の、時々私は韓国とか見るんですけど、ああそうですかね、今韓流とかね、はい、ありますからね。韓国はもう 30% がクリスチャンなんです、人口の 30%、ね。癒されるね、この音楽はね。あ、いいですよね、この曲。イエスがね、もうイエスっていう神様が全部背負って十字架にかかられたので、憎しみもね、恨みも、そして人に言えないような罪も悪い思いも全部背負って死んでくださったっていう、その感謝ですね。
聞くと涙が出そうな、もう自分なんかめちゃくちゃやってきましたからね、もう本当にそれを全部ね神様が背負って、だから神様信じたら全部全て真っ白、その代わりこれからは私の言うことを聞いていい生き方をしなさいってでも僕なんかそれで助かったもんですこれはな、私の場合は宗教はいいですよね。大学時代に非常につらい思いから自分のハングリーに立ち上がるために龍大時代のね、あれを受けたんですよ、洗礼。あ、そうですか。クリスチャンでいらっしゃるんですか。クリスチャンでもほら、信教と、私たちの、カトリック、カトリック、あ、カトリックで、はい、あ、そうですか。あ、じゃあそうする。はい、コマーシャル入ります。そうですか。よかったら今度教会いらっしゃってください。僕らのところはね、音楽も本当に音楽いっぱい歌って元気出して、毎週毎日だいたい賛美歌を歌うだけでもね、心が安らぐし、癒やされるし、そうですね、こういうものが、静まりますよね。そうなんですよね。じゃあはい、もうちょっと入るんで、ちょっと最初お知らせをさせてくださいね。はい、あと20秒で始まります。はい、岩スペシャルをお送りしております。まずお知らせをいたします。7月28日金曜日から3日間、ニューヨークの牧師先生ビル・ウィルソン先生のセミナーが始まります。ビル・ウィルソン先生ね、毎年沖縄にいらっしゃってますけれども、12歳の時に路上に母親に置き去りにされて捨てられて教会に助けられて、今年70歳、来年70歳になられるのかな。今もう世界的な伝道者、ニューヨークだけで毎週毎日曜日2万人の子供を教会に招き、今世界で、20万人近くの子供を毎週教会に招いて、そして貧しい国々の子どもたちの教育費のスポンサーになってくださいということで、私もフィリピンの男の子の、里親させてもらってますけど、4500円ですね、日本はね。ニューヨークやフィリピンやいろんな国のね、一人の子どもに支援してくださいって、月々4500円 でそれを進めにいらっしゃいます。そしてもう本当に世界中で20万人の子どもですよ、20万人の子どもを毎週教会に招く活動をこの、ビル・ウィルソン先生の、教会のグループがやられています。もうなんかね、音楽歌手みたいな、とてもかっこいい先生ですね。でもお話も素晴らしいです。28日が7時からゴヤバプテスト教会、沖縄市ですね。そして29日土曜日6時から、読谷の白家フェローシップチャーチ、そして7月30日日曜日は10時半から、礼拝ですね、白家フェローチャ、シップチャーチで礼拝があります。そしてなんとですね、29日の土曜日、私たちの番組にビル・ウィルソン先生出演してくださいます。感謝、もうね、もう嬉しいですね。いろんな話が、12歳の時にお母さんに路上に捨てられて、
それから教会に助けられて、今はもう世界中の子どもたち、20万人の子どもたちに神様の愛を伝えて、もうお父さんとかお母さんがあのギャングだったり売春だったりする子どもたちで、こういった子どもたちに教育をしないと、あの人生誤った道に行く可能性もあるので、神様の愛を伝えるというそういう活動をされておりますので、ぜひご期待ください。さあもう一つ、聖書をお読みします。マタイの福音書5章、9節平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子と呼ばれるから。平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子と呼ばれるから、イエス様はおっしゃいました。そしてイエス様はですね、本当にあの自己犠牲の十字架にかかられて、私たちの罪をすべて背負われ、敵意も廃棄されました。もう本当にね、敵意もいりません。人と人が憎しみ合う敵意が本当に戦のもとですね。もう私たちは敵意を廃棄して許し合う、そういう世界を本当にあの作りたいと願っております。そういうふうに身近なところからされる人は皆神の子ですから、今日も、神の子である、上原美智子先生をお招きして、あのお話を聞いておりますけども、さあ、話の続きをお聞きしたいと思いますが、上原先生、戦争がもう近づいて、沖縄に4月1日の上陸、米軍が上陸する前に空襲がね、糸満のあのお住まいのところにはあったそうですけども、その後ご家族はあれですね、北部の方にもう逃げようって、はい、あの決断されたんですね、はいはい、これはお姉さま、はい、姉が臨時でね役所に勤めていたんで、はい、そこからの情報だったと思うんですね、はい、南部中部は危ないから北部へ、あの逃げなさいというふうに、はい、言われてね、本当はあの私たちはあの家族で疎開しようということで、荷物も全部あの前もって、送ってあったんですが、その荷物もどこかでなくなって、もう無一文何もない状態で、あの私たちは北部へ、歩いて夜、もう明日明後日からね、艦砲射撃、南部はね、艦砲射撃が3月の24、5から、艦砲射撃があるから、その24日の晩から北部へ逃げなさいというふうな、情報をキャッチしてですね、その24日の夜、このアマンソーガマから、今隠れていたそのガマから夜ですね、9時頃からスタートして歩いてあのずっと歩いて2晩かかってね、恩納村のアフソ仲間山という、名護の近くなんですけれども、そこに、2晩かかって、歩いていきました、ね、これは家族だけですか、他の方も、私たち家族だけ、他の、家族集団でした。判断はね、もう家族ごと、集落をまとめる人はいなくて、みんな親族同士で、じゃあ何日行こうなというふうに。これは 何割ぐらいの方が、例えば村でそのいらっしゃる方のどれぐらいがその決断をされて。それはですね、だいたいちょっと情報をキャッチしたところで、何所帯、10所帯ぐらいですかね。少ないってことですか。少なかったですよ、そこに逃げたのは。だから逃げて、私たち昼はもうガマの中に、避難して、夜歩くんですね。だからそれこそもう大変な話だから。これはお母様と、姉と、お姉さんと、それから私と妹と、弟と赤ちゃんと、それからあの母の親族の夫婦と8名でしたかね、逃げたんですが、その おじいさんはね、途中で読谷かそこら辺に着いた時にも、
焼けているもう爆撃されの跡が、うんうん、目立つわけだから、うん、ここ行ってもどうせね死ぬんだったら自分は行かないということで引っ返したら、うん、引っ返したその日翌日に、うん、おじいちゃんは亡くなったということがありますね。あ、うん、だから多分途中まで行って引っ返した方々は生きていませんよ。幸いに私たちはね、うん、ずっと頑張って頑張って、うん、歩き通してやっとそこにたどり着いたから、うん、九死に一生を得てね、助かったわけですよ。もう私の同級生も半分は亡くなってますね、うん、学童疎開やった方とそれから家族で本土に、その疎開した人たち以外は、うん、もうここに残った人たちはほとんど亡くなってますね。あ、うん、これはそして、まあ、米軍が上陸してどんどん北部にもね、はい、北部はもうあっという間に米軍が上陸して制圧したわけですね、はい、そうなん、数日でね、もうあっという間に、ね、3、4日ぐらいでもう全部収容されて、うん、幸いにね、あ、その時にもうすぐ捕まったというか、はい、これはこう、でも私たちはね2ヶ月ぐらいは、うん、女村の2ヶ月じゃない1ヶ月ぐらいはそこに避難してました。隠れていた。で山小屋があったんですよ、そこには、ね、受け入れ体制もできていましたね、うん、女村の山の山奥の方にね、うん、掘ったて小屋炊事ができるようなね、うん、そういうことが受け皿ができてましたね、うん、そこで私たちはここはね軍人も日本軍もいないし基地もないんで、ああ同じ北部であっても、はい、その海を隔てた伊江島というところ、はい、あっちは飛行場があって、はい、軍人もいるわけね、はいはい、だから向こうは被害を被ってるけど、女村名護とかねそこら辺は案外同じ沖縄であっても被害はなかったですね。軍がいなかったから、軍がいなかったから、あとでそれが分かったんですよね。ああなんでそこに私たちは命助かったかと思ったら、あ、これはじゃあ避難する用の炊事場とかその小屋が、はいはい、あったんですね、はい、そこでしばらくは隠れてた。しばらく隠れてました。あ、これはすぐは見つからなかったんですね。じゃあすぐは見つからない、一月以上そこで、で5月のね、5月の中旬に、はい、3月の24日に行って、うん、5月の中旬に、うん、捕虜になってるわけですよ。はあ、うん、これは覚えてらっしゃいますか、よくその時の感じは。はい、もうその時はね、うん、結局情報は定かじゃないんだけど、うん、若いお母さんたちとかね、うん、もし敵が来たらね、うん、あなた方は女はねなんかいたずらされる、うん、男の人はおしんまみたいにね、うん、引っ張られて何されるかわからんよ、うん、というふうなことで、うんうん、あるもんですからね、うん、大人は結局は炊事も何もしない、外に出ないんです、うん、山奥でも、うん、で私たち子どもたちが炊事をしたり焚き火を拾ってきたり食材を拾ってきたりね、うん、そういうのはみんな子どもたちが中心になってやってたもんですから、うん、山の中の生活というのはよく覚えてるんですよね。で夜に昼中は、まあ、穏やかにやって、夜になってくるとね潰れかかってる、もう上陸してあとはね、うん、兵舎が軍のねアメリカ軍のね、うん、兵舎があるし、食料がねなんか砂地に、埋められているんだって、うん、それを誰かが探してきてね、夜になったら海岸バタ、その食料が盗めるところそこに行ってね、うん、でこれ子どもたちは行動早いもんだから、私たちもそこに行って、うん、それから焼け跡のお家に、うん、
行って、うん、そこから食材を探してきて米とか、うん、その味噌とかね、うん、そんなものを探して帰ってきて、とても幼少ではあったけれども、うん、生きるための、うん、家族を支えるためのね、うん、非常に、すごい働きをしたなというのを思っていますね。その時は、ね、はい、もうサバイバルですね。サバイバル、はい、ハングリー精神旺盛でね、そうですか。3年生4年生であんなことができたんだなという、うん、今考えるとね、そう思いますね。まあそれで米軍にまあ収容されて、はいはい、それから収容所の生活が始まって、はい、まあ、これで、まあ、戦争はその間続いておりますけれどもね、はいはい、まあ、戦争が終わってその、はい、戦後ということになっていくんですけども、はい、どうですか、もうその今から、はい、まあ、沖縄がこの被ったその後はね、南部の方にお帰りになったらもう焼け野原ですか、そうですよ ね、多くの方は、ちょうどね、その捕虜になる前のがね、うん、もう思い出したくないというふうなことであんまり喋らなかったんですけどね、はい、山の中で結局不潔ですよね、はい、洗濯もできないし、はいはい、栄養はない、はい、もう本当にね、この当時の服装やら生活のそのあれを思い出すとね、恥ずかしくて語れないぐらいの、うんうん、最低限の生活をしているわけですよね。また女の子ですからね、うんうん、それで、大変ですね、髪の毛、うんうん、髪の毛は白身のね、うんうん、巣がある、うんうん、そしてもう卵、白い卵がね、うんうん、もうここにいっぱい、ついていて、うんうん、そして晴れた日になるとね、この、うん、自分で串を、うん、取って、うん、それを白身の駆除をするとかね、うん、そんなかこんなで、うん、でしたんですが、石川の収容所に運ばれる時にね、うん、その山から降りてきて、うん、そして広場に集められて、うん、どうしたかといったらね、髪の毛ほら白身が、うん、もうこの不潔だから、うん、DDT 白い粉があるんですよね、うんうん、DDT を噴霧するんですよ、頭の上から。これは殺虫剤ですね、殺虫剤、子供虫を殺す、そうそう、白い粉、白い粉、DDT ってあれ、ね、昔はちょっと毒素、僕ら子供の頃よく聞かされましたが、 そして男の子なんかはね、みんな上半身裸になって、うん、その DDT を噴霧されて、うんうん、そういう風にしてトラックに乗せられて、うんうん、で最初も大人たちは大変だ大変だって、もう引っ込み引っ込み引っ込みして積極的に行かないけど、その時に、子供たちを乗せて、そしたら自然と親たちは、ああ子供のためにはあれたち一人は生かされないということで、作戦だったんですね、米軍の、うん、子供たちを乗せれば大人も乗るだろうということで、それで収容所に運ばれていったんですがね、収容所ではもうテント小屋に、ただもう雨に濡れなければいいというような、下も床もない、自分たちで蚊帳を引いて、自分なりに、アイデアを出して、その寝られるようなスペースを作るとかね、そして炊事も自分たちでやらないです、配給並んで配給物資をもらって、もう生活を維持していたわけですからね。これはもう収容所でもそんな食事が豊かだったっていうことではないですか？豊かじゃないです。缶詰類とかお菓子類とかね、そういう粉ミルクとかね、そういうものを配給物資をもらう、並んでもらうの、いつでももらえるんじゃなくて並んで一人分ずつもらってくるというふうな、なんか知り合いに赤ん坊の、で収容された方はもう周りの人が家族のふりをして何回も何回も並んでミルクをね、はい、1回しかもらえないから、はい、家族のふりして助けてくれたっていう話をね、はいはい、それはありましたね、はい、で特に、小学校の
上級生とか中学生の男の子はもう父親代わりだから、ほとんどもう男の人は戦死してる未亡人が多いわけね。だから母親を助けるためにその少年たちはね、もう何回も並んでもらってきては、またこれおばあちゃんの、はい、これは誰のものつってね、そんな風にしてやってる様は目に見てるからね、目で見てるから、そういう戦後のその捕虜収容所の生活 ね、まあ、さあ間もなくエンディング近づいてきましたけど、しかしその間にお父様も、戦争でこれ防衛隊にね取られた後、どっかで場所もわからないっていうですね、で8ヶ月の赤ちゃんもですね、その母親はちょっと怪我をして、手を大きく怪我してね、それからそのこれだけの子供たちを自分が、育てんといかんと、そして赤ちゃんはね栄養失調でこのやんばるの山で亡くなりましたよ。だからそれからちょっとうつ状態になってね、母親は、あ、で結局甘えるべきその少女たちは母親を助けんといかんという逆で、甘えるどころじゃなくて逆に助けなきゃいけない、ね、助けなければ母親が亡くなったらどうするというふうな、そういうハングリーな気持ちがもう芽生えてきたんでしょうね。一生懸命もいろいろなことをやってきましたね、もうこういうことはない方がいいですね。ない、本当にもう絶対だから、そういうね二度と戦争をあってはならないということがもう必死に思うんだけど、しかしあのね、あのことを思い出すとねメソメソしてね、もう本当に考えたくない、もう思い出したくないというのが先にあるもんだから、あんまり語りべもしない、人を信用するとかね、そういうものが大人もね、もう自分のことで精一杯だから、うち8ヶ月の赤ちゃんの話はしなかった、まだやってない、その赤ちゃんが我慢の中で大きく泣いた、甘えそう我慢の中で、その時にね、もうこの子は私がおんぶして、母と姉は後から来たもんだから、我慢の中でね、誰一人としてね、支援しなかったです。水もない、おっぱいもない、もうしかも臭い匂いのする暗い我慢の中で、痩せ細ったそのネーネーにおんぶされているからね、それはそれは不安要素がいっぱいだから、よ大声でもう泣きっぱなし泣きっぱなし、その泣きっぱなしをどういうふうにしてこの子をねあやすかて、小学校のすごい緊張ですよね、もう大変ね、軍はね、もうそんな子供を泣かすなって、はい、もう場合によったらね、泣いたらねすぐ情報が殺してしまえとかね、出て行けとか、煙も出したらいかん、泣いてはいけない、みんな緊張の連続、ちょっとでも騒いだらすぐ敵に見つかるという、こういう必死な状態だからね、誰も支えることができない、親切にできなくなっちゃうんですよね、それが、自然体だったかもしらんけど、ね、私はそれは考える余地がないからね、こんな大勢のね優しかったおばあちゃんお姉さんたちがいるのにね、誰も私の味方をしてくれる人いなかった、人間不信に、しばらく私はね人間不信でした、はい、そして我慢をまた出たんです、私たち子供4名、そうね、だからさあ本当に話は尽きないんですがね、はい、もうまた戦争の時間が長く、終わって長くなってね、ちょっとぐらいいいんじゃないかっていうような雰囲気が一部でねありますけども、ね、とんでもない話でね、本当に沖縄はもう本当にそういう戦争の体験を、悲惨な戦争の体験をした場所ですから、私たちは本当に平和を求めていきたいと思います。どうしてもやっぱり平和を、求めてまいりたいと思います、若い世代の人たちがね、伝えたいと思いますね、はい、今日はありがとうございました、はい、お元気で、したたらずですみません、はい、感謝いたします、はい、終わります。